聞く海カメラマガ2019年8月6日お楽しみ様です。一般社団法人海カ GPE グローバルピースエデュケーション村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるよう海カより応援しています。本日の海カメッセージ、私が高い波動を心がけても娘はそれが崩れるポイントを攻めてくる。読者 B さんからご質問をいただきました。以下 B さんからです。いつもありがとうございます。長女のことで大ちゃん先生のご意見お願いしたいです。次女三女とともに毎晩自分褒めと感謝、嫌なことがあればおかげで探しをしています。ブログなど拝見してなるほどと思い実践もしているつもりです。自分が変わらなきゃもわかります。でもどうしても長女が絡んだ自分のことになるとどうしていいかわかりません。小6終わりからお財布からお金を取る、妹たちアレルギーで食べられるお菓子に限りあるけれどそれを食べてしまうなどなど、学校ではいい子、先生のお手伝いとかもしっかりやります。勉強は宿題などはやっていましたが、中2の終わりから提出さえしないこともあります。喘息あり、薬飲ませるのも大変で、3月に大発作で救急搬送されてから体調いまいちで勉強遅れ、かなり成績下がりました。勉強をやると言っても2日も持たず、妹がうるさい、ノートがない、暑いなど、その時により理由つけてやらない。長女に対して勉強してほしいのもありますが、自立してほしい気持ちが強いです。私はどんな思いが足らないのでしょうか。私が高い波動を心がけていても長女はそれが崩れるポイントを攻めてくるので、私としてはどうしていいかわからないのです。以下村松です。感謝業、自分褒め、そしておかげで探しもされているとのこと、素晴らしいですね。そしてお姉ちゃんのことでいろいろと気を揉まれてるとのこと、ママとしてものすごく気がかりでどうにかしなければと感じられていること、ここは本当に先行き見えず心中お察しします。2点、娘に対して私がどのような心であればいいか。私が高い波動を心がけていてもそれを崩れるポイントを攻めてくる、この部分ですね。まず何度も申し上げているように、あなたがミクロの素粒子くんになったとします。するとビュンビュンどこにでも行き放題です。壁を突き抜ける、人間や車、水など関係なしに飛びたい放題。そしてさらに飛びながら自分のヘルツをで周りを揺らしている、そんなこともやっています。 B さんが素粒子くんだったらどうしますか。私そんなに小さくないんですけど。いやー、 B さんは肉体もそもそも存在していなく、 B さんの正体は意識です。意識とはフォトン、ゆえにそのフォトンくんの集まりが B さんです。自分が出したヘルツで周りを揺らしているだったとしたら、自分がどうすればいいでしょうか。さて素粒子くんの特徴にもう一つあります。時間と場所が関係ない、怪しい言葉で言うと時空を超えるとも言います。量子力学で言うと素粒子の波動関数に1XYZ と時間 T を代入するです。余計にわけわからんですよね。中学の修学旅行やバレンタインの時、卒業式など、あるいは彼氏のお弁当を作ってる時の昔の感情、
旅館の夜が楽しかった、ドキドキしたわという気持ちや情景出てきますよね。この楽しかったドキドキというのはフォトンです。そのフォトンは今あなたがいる場所とは違うところでの体験なのに、そして10年30年昔の出来事なのに、楽しかったドキドキというフォトン君は今ここに存在していますよね。これが素粒子は時空を超えるということです。アインシュタインは時間が流れているというのは幻想に過ぎないと伝えています。質問に戻りますね。 B さんが長女の娘ちゃんとはうまくいかない、娘ちゃんが家の中で良くないことをしてしまう。ちなみに私も小学校の頃、家の貯金箱からお金を取って近所の駄菓子屋さんでお菓子を買ったことがあります。それでめちゃめちゃ叱られたのですが、私が一番心を戻したのはやったことを自分の魂に書き込んでいるということでした。また話戻りますね。 B さんが小学校高学年、中学校の時、思いっきり伸びやかに生きながらお母さんともいつも和気あいあいで楽しく生きていたでしょうか。もしそうでなかったら本当はどうしたかったでしょうか。お母さんに反抗したかった、お母さんに本当の愛で接してもらいたかったという思いがあるでしょうか。その20年前30年前のフォトン君は今ここに B さんの体内の電子運をビュンビュン飛び交っています。そのヘルツで現象を作り、娘ちゃんがそのヘルツで共振しています。娘をどうにかしなきゃ、これは B さんのお母さんからのヘルツって感じるでしょうか。だからって B さんのお母さんが悪いわけではなく、 B さんを思うからそのヘルツを出していただけ。じゃあ本当は B さんは親御さんからどうしてもらいたかったでしょうか。あ、私が娘に出しているヘルツだから私が悪いんだ、私を変えなきゃ、自分が変わらなきゃ、この自分が変わるって何をすることでしょうか。そして私は高いヘルツを心がけているけど娘が崩すポイントを攻めてくるとあります。これは捉え方を変えてみてくださいね。娘が崩すポイントを攻めてくる、これは肉体側、三次元世界側から見たことです。量子力学側、量子レベルで見てみると、自分が出したフォトンのヘルツでもわもわ周りが揺れているだけです。それと常に瞬間瞬間意識は成長している。そこをまだ私が悪いからダメなんだという人間的意識で成長をストップする、さらには下り坂を転がっているというふうにしているだけです。目の前の出来事で、ああ私発信でこのことが起こってるんだ、きついわと思ったら捉え方を変える。成長した私だったらどう愛を広げられるだろうか。これは娘ちゃんに愛を広げようとすると、私は我慢して娘を甘えさせるというだけにもなってしまうので、
かつての私に愛を広げるということをやってあげてください。もし子供時代 B さんの親御さんが B さんのことを言いなりにしようとさせていたら、辛かったよね、本当は親に意見言いたかったよね、もっと甘えたかったと自分自身に寄り添いの愛を広げてあげる。あるいは B さんが親に猛烈に悪態をついていたとしたら、お母さんお父さん辛すぎて反抗しててごめんねとお詫びのヘルツを広げてあげる。そうやってかつての自分さんの封印していたフォトン君に高いヘルツをかけてあげてくださいね。娘が崩れるポイントを攻めてくると外からされているわけではないんです。本当に愛を出せますか？常に成長している私を現実世界で生きられますか？の確認です。外から崩される、地雷を踏んでくるのではないんですよ。それと有効なのはご自身を整える。出しているヘルツがより良いものとなるように毎朝お仏壇へお祈りをしてご先祖様へお礼を伝えるとか、家の掃除、トイレ掃除、食器洗い、ご飯の用意などに心を込めるということをやってあげる。すると家の電子運にあなたからの素敵な心を込めた素晴らしいフォトンが飛び込み、家の電子運から出るヘルツは素敵な心を込めたヘルツです。その建物にいれば子供たちも整ってきますよ。開花の合宿や開花の塾では時には結構無理やり親に連れてこられてきた感満載の中高生が来ます。でも合宿でも場の雰囲気、トレーナーさんたちの寄り添いの愛で、そして私のノリノリのくすぐりとしょうもないギャグで半日くらいで子供たちもスーッと穏やかになります。しょうもないギャグが効果あるか分かりませんが、子供たちの奥の神聖ゼロポイントフィールド側を見て、そこを祈り出しながら全体フィールドで一緒に溶かしているからです。そうするとまた、うわ、まためっちゃ怪しいとなりますが、私は東大空手部時代の団体組手で中堅が多かったのですが、先方次方を応援する、中堅で前に出る、背中で仲間が応援する、副将が出て仲間で応援する、この時5人と他の部員とが全員で1人という感覚と同じです。私も試合中仲間の応援があると背中から見えない空気が押してくれていて後ろに下がらないんですね。全員の意識を同じ空間に溶かす、スポーツをやったことがあれば多くの方が感じていることを塾やセミナーでやっているだけです。あなたの素敵な意識を、感謝の愛の意識を家に塗り込めていきましょうね。それが一番楽で、娘ちゃんもスーッと整い、喘息もすぐなくなりますよ。いつも最後までお聞きくださりありがとうございます。
では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。